カール・オーベルク。フランスシー政府首相ピエール・ラバル、ヘルベルト・ハーゲンと共に、カール・アルブレヒト・オーベルクは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。第二次世界大戦中に、ドイツに占領されていた、フランスの親衛隊及び、警察高級指導者を務めた。最終階級は、親衛隊大将、警察大将、武装親衛隊大将。 ドイツ帝国の自由都市ハンブルクに医学博士カール・オーベルクとスザンナの息子として生まれた。1914年8月に第一次世界大戦が勃発するとすぐに軍に志願した。1916年9月には少尉に昇進した。一級鉄十字章と二級鉄十字章を受章している。戦後、ハンブルクに戻り、商家で働いた後、 フレンスブルクの工場で働いた。1923年に5歳年下の娘と結婚。3人の子供を設けた。1926年からハンブルクに戻り、外国果実卸販売会社で勤務した。1930年秋にこの会社を退職して、ハンブルクの市庁舎の近くの商店街で、タバコ小売店の営業を始めた。 タバコ売店営業をしていた1931年6月に国家社会主義ドイツ労働者党に入党する。1932年4月にハンブルクの新衛隊に入隊した。1933年5月15日、新衛隊情報部長官ラインハルト・ハイドリヒがハンブルクの SD 地方組織を視察した際、ハイドリヒに抜擢されて、 1933年7月1日から、オーベルクは、ハイドリヒの司令部で勤務することになった。やがてオーベルクは、ハイドリヒの右腕とも言うべき立場を確立する。1934年6月30日の長い、ナイフの夜の際にも、ハイドリヒの側近として、積極的な関与があった。しかしやがて、ハイドリヒと仲違いし、SD 本部を出て、 大イベ地区の幕僚長に転じた。1939年には、ザクセン州のツビッカウで、警察所長となる。第二次世界大戦開戦後、1941年8月から1942年5月まで、ラドムの親衛隊及び警察指導者に就任。同地で、ユダヤ人迫害政策やポーランド労働者借り出しに、専念した。 1942年5月からは、占領地フランスの親衛隊及び、警察高級指導者に転じた。フランスでのユダヤ人やレジスタンス狩りに責任があり、パリの肉屋と言われた。彼の支配のもと、ビシーフランス政権の協力も受けて、7万5千人のユダヤ人がフランスから、ドイツやポーランドの絶滅収容所へ移送されたと見られている。 1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件では、反ヒトラー派により一時的に身柄が拘束されたが、事件の失敗で拘束が解かれ、裏切り者の逮捕にラツワを振るった。1944年8月のパリ解放に伴い、フランスから帰国。バイクセル軍集団に配属されて、チロル地方で終戦を迎えた。オーベルクは、 オーストリアのキッツビュール近郊に潜伏していたが、1945年5月に米軍に発見されて逮捕された。1946年10月にはフランスに身柄が引き渡され裁判にかけられた。1954年10月に死刑判決を受けたが、1958年に終身刑に減刑され、その後20年の労働刑に減刑にされて、 世論の非難を浴びた。さらにド、ゴール大統領から恩赦を受けて、1962年11月28日には、釈放された。1965年6月3日に、フレンスブルクで死去。ジャックドラリューチョ、ケシュタポ、狂気の歴史338から339ページ、ABCDE ジャックドラリューチョ、ケシュタポ。 狂気の歴史340から341ページ、新ン,ン、ジョン、カール・オーバーグ、ナチ・ジャーマニー。スパルタクス・エデュケーショナル・ウェブサイト、2009年4月28日、閲覧。ユアジャー、マークチョ、アルゲマイネ・ SS180 から181ページ、ABCD、ユアジャー、マークチョ、アルゲマイネ・ SS51 ページ。ありがとうございます。